情熱を持つ一人は情熱を持たない百人に勝る。自分はこれでいいんだと迷いもしない大人になったらおしまいだよ。本当に危険なのは何もしないことだ。 俺は絶対に落ち,込まないよ落ち込む人っていうのは自分のこと課題強化しすぎやねん弱くてももっと弱いやつを見つけちゃダメ唯一の真の教育者は自らを教育した人である。 出世とは世に出ると書く会社に評価してもらうためではなくどこに行っても通用する自分になるために頑張ること涙とともにパンを食べたことのあるものでなければ人生の本当の味はわからない。 真実はいつも少数派あるとすればどこへ行ってもトイレ掃除を実践していることくらいでしょうか最も危険なことは敗北よりもむしろ自分の敗北を認めるのを恐れることであり その敗北から何も学ばないことである。わからなければ人に聞くことである。現代社会において最大のリスクは人生を後悔することだと思うんです。金銭的なリスクなんてある意味大したことない。 リーダーは妥当な失敗に怒りで応じてはならない成功する人はリスクとギャンブルを見極めて行動する追い詰められた時には追い詰められた時なりのギャグっていうもんがあるんですね。 人間どんなに沈んでも笑うんです人生の目標は一つであってもそこに到達するための道は人の数だけある公言して達成を目指すリスクは高いが 公言するべきだ山は西からも東からも登れる自分が方向を変えれば新しい道はいくらでも開ける気持ちが守っているからダメ。 あなたの人生の代わりに生きてくれる人はいないわみんなが喜んでくれる自分を演じるより人目を気にせず素顔の自分を表現すれば楽になる臆病者の目には敵は常に大群に見える 何に興味があんのって言ったらやっぱ自分に一番興味がある人生から帰ってくるのはいつかあなたが投げた球簡単に得たものは失いやすい。 素直な心、熱意、努力といった言葉はあまりにプリミティブなために誰も気に留めない。しかしそういう単純な原理こそが人生を決めていくポイントなのだ。人の心の痛みがわからなければ人の上には立てない。 僕が一番大事にしているのは、心、善・美です。商売の利害といったものより、人間の良識を大事にしたい。今、あなたがやっていることは、社会の役に立っているか考えることが重要です。大好きなことをできる人たちは、たくさんいます。 でも小さなことを大切にしようとする人はほんの一握りしかいないのです明日に死を迎えるとしても今日から幸福になって遅くないのです本をよく読むことで自分を成長させていきなさい。 本は著者がとても苦労して身につけたことをたやすく手に入れさせてくれるのだ続けることは難しいが続けたことだけが自信につながる流れに逆らっちゃいかんしかし 流れに流されてもいかん成功の影にはやはり苦労がある周りを否定するのではなく自分と向き合うこと人は不幸の時には1を10にも思い 幸福の時には当たり前のようにそれに慣れて10を1のように思います。人に裏切られたことなどない自分が誤解していただけだ。できることが増えるより、 楽しめることが増えるのがいい人生。無我夢中の時間の中にこそ、人生の充実がある。点と点のつながりは予想できません。後で振り返って点のつながりに気づくのです。 今やっていることがどこかにつながると信じてください。人生は質問力で決まります。人は何を笑いの対象にするかで、その人の人格がわかる。 あなたのあらゆる言動を褒める人は信頼するに値しない、間違いを指摘してくれる人こそ信頼できる。勝った時には謙虚さを、負けた時には潔さを身につければよい。 立派な人は何事にも道理に合うかどうかを考えながら行動に移す。つまらない人は何事にも得するかどうかを考えてから行動に移す。何をやっても思うようにならないとき、上に伸びられないときに根は育つんだから。 最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。